チャバーベ、ヤタビヨー、アジア新聞チャンネルでございます。ちょっとだけ YouTube チャンネル名を変えてみました。アジア新聞と新聞、つまりはニュースを名乗っているものの、更新頻度も低いし、そもそも私の能力的に台湾情報、中国情報をアップするだけで手一杯ですし、運営しているのは私、ヤタビヨー一人ぼっちということで、ヤタビヨーを前面に出そうと思い、ちょっとだけチャンネル名の変更となります。今後ともどうぞご贔屓にお願いいたします。さて、今日は台湾に関する情報の上級編という位置づけでお伝えしようと思います。皆さん、天然毒または自然毒という言葉を聞いたことありますでしょうか？これは1980年以降に生まれた人たちで、台湾はすでに独立していると考える台湾人のことを指す政治的な要素を含む単語となります。この世代、1980年以降に生まれた人たちというと、今ですと大体アラフォーよりも下の世代ということになりますね。この世代の多くは自分自身を台湾人と考えており、台湾はすでに独立主権国家であるということを支持しております。いわゆる現状維持派、もっと細かく言うと、華族または独体と言われる勢力に分類されるのですが、真の台湾独立、台湾建国という考えを持っているかというと、そうではない場合があるので注意が必要です。ちなみに、華族、独体、台独、建国等の分類については、過去に動画を作っておりますので、そちらをご参照ください。概要欄に URL を貼っております。はい、さて、今日ご紹介した天然毒という言葉ですが、一般的に言われているのが2014年頃、当時の民進党の主席であった蔡英文さんが発表した談話から生まれたと言われておりますが、2014年3月から、中国との貿易協定締結に反対した学生たちが立法委員、国会ですね、を占領したひまわり学生運動の後に広く認知されるようになったと言われております。ちなみにこの天然毒の対義語として挙げられるのが天然痘という言葉になります。これは1970年代よりも前に生まれた旧世代の台湾人で、台湾は中国と統一しなければならないと考える台湾人のことであります。この世代というのは中国国民党の中華民国こそ正当な中国であり、いつの日か大陸を反撃して祖国統一を果たすんだという教育を幼い頃から大人になるまでみっちりと洗脳とも言えるような方法で叩き込まれた世代であるため、いわゆる本省人と言われる人たちもこういう考えを持っているのも事実であります。最近は日本人が自虐視観から抜け出せている人が出てきているように、台湾人のこの天然痘と言われる人たちも中華民国の洗脳から抜け出せている人もいますし、政治に興味のある人や、そもそも国民党による洗脳にかからなかった人たちは、もっと早い時期からすでに抜け出せた人もいますので、天然痘はあくまでも一部の人に対する呼び方であります。ではなぜ1980年代以降に生まれた人は、台湾はすでに独立国家だと考え、それ以前の人、特に政治に興味のない人は、台湾は中国、と言っても蒋介石たちの考える中華民国の一部だと考えているのかという点を挙げると、教育が主な原因だと言われております。1970年よりも前に生まれた人たちは、小、中、高の間、歴史の授業は、秦の始皇帝、三国志、隋、唐、宋、明、清といったような中国についての歴史を中心に教え込まれておりましたし、国語の授業においても、台湾土着の言語である台湾語の使用を禁止され、徹底的に中国で使われていた中国語、マンダリンを教え、教科書の内容は、私は中国人、中国を愛しているみたいな文章を小学1年生の時から使わされていましたからね。それが李登輝さんが実権を握るようになってから、教育においても台湾についてを中心に教え始めるようになり、徐々に台湾人であるというアイデンティティを持ち始めるようになりました。さらには最近は言論の自由が確実に保障されるようになってきており、国民党政府が封印していた旧石器時代から近代におけるまでの台湾の研究も自由にできるようになり、今まで隠されていた
本当の歴史が明るみになったことからも、1970年代よりも前に生まれた人たちでも、私は中国人ではなく台湾人だと考える人が増えてきているのも事実です。まあ、これは日本人が、先の戦争は日本は近隣諸国に多大なる迷惑をかけて大いに反省すべきで、反論の余地がないという思想から抜け出せる人が増えてきているのと似ているのかもしれませんね。日本ワーギルトインフォメーションプログラム、台湾国民党洗脳教育、こんな感じでしょうかね。実際に中共の統一戦線部の事務官の新規という人物も、李登輝総統が教育内容を中国中心から台湾中心にすることで、台湾は台湾だという意識が芽生え始めていると考えていることを明言しておりますし、その対策として馬英九総統時代に教科書の内容を変更するよう求めていたことも明らかになっていることから、台湾は台湾という主張が正しい、これからも推し進めるべきだということはわかりますね。ちなみに1980年以降に生まれた人たち、つまりはアラフォー世代よりも下の世代は、外省人や本省人という区別はしない方が良いかと思います。というのも、この世代というのは外省人2世代目3世代目にあたり、台湾で生まれ育ち、そして先ほど述べたように教育も台湾を中心にした内容へとシフトしているということもあり、また中国への旅行、中国への出張、そして海外旅行を自由にできるようになった世代であり、その経験から中国人と一緒にされるのは嫌だと感じているのは事実であるため、いわゆる外省人と言われる人たちでも、中国と台湾はそれぞれ別の国、一辺一国という考えはもちろん、台湾独立を支持する人たちすら一定数存在しております。逆にいわゆる本省人と言われる人たちでも、札束を掴んでしまったのか、蜂蜜を食べてしまったのか、はたまた弱みを握られているのか、それともただ単に勉強不足で洗脳されてしまったのかは分かりませんが、台湾は中国の一部であると考える人たちもいるのも事実でございます。まあ、つまりはおじいさんおばあさん世代ならいざ知らず、若い世代において外省人本省人というように区別することはあまり意味のないことなのでございます。まあ、もちろんいわゆる外省人2世3世でも、台湾 CDC にお供えの花を送ったりする頭の中が典型的な中華脳、日本人や台湾人が強烈に嫌悪感を起こすような行動をする人物がいるのも事実なんですけどね。まとめ、天然毒という単語が出てくるくらいアラフォー世代よりも下の世代では台湾人というアイデンティティを持っていることが読み取れるかと思います。このことから台湾では中華民国または中華人民共和国と統一することを望む勢力はかなり少数派になっているということがわかりますし、何より若い世代が台湾人というアイデンティティを持っていることから、台湾の中華民国体制からの脱却は近いのではないかと思っております。まあ、最後に、日本の言論界では未だに台湾情勢を語る際に外省人と本省人というステレオタイプな考えで論じている人が多いのが現状です。しかし先ほど述べたように、台湾情勢は本当に複雑であり、情勢も日々刻々と変化していることを踏まえると、こういうステレオタイプで台湾情勢を語る言論人の情報は大したことがない池上彰レベルだと思って良いですね。意外と多いんですよ、台湾通の顔をして外省人だからという有名言論人が。ちなみに内省人という人もいますが、台湾では内省人という言葉は使わないですし、そもそも台湾では1997年に憲法を改正して台湾省というものが実質的に廃止されております。まあ、つまりは台湾にはすでに省というものが存在しておりませんので、外省本省もないんですけどね。はい、本日は以上となります。今後の動画についてですが、台湾情勢は非常に複雑であるため、入門編上級編というようなレベル分けをしていきたいと思います。入門編はこの怪しい覆面姿ではドン引きされてしまうので、この動画のようにアバターを使ったり紙芝居風の動画にしたいと思っておりますが、上級編ではこれまでと同じように覆面姿で行くようにしたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。